お名前はジャンゴヘッドだ最初はこの仕事を持ってきたエージェントをクビにしようかと思ったがスタジオに入った瞬間それは自分の誤りだったということに気が付いたんだそうこれはただのありふれたバカな仕事じゃない何かが俺に語りかけてきたのさ「フォースのお告げ」ってやつだね今撮影している次回作について次回作かそれは。 みんなが期待しているジョーのものになるだろうよ。最高にクールなアクションシーンも満載なんだ。間違いない。家族みんなで楽しめる。今年一番の作品になるだろうさ。トヨーズと他の作品の違うところは？違いだって。違いなんて何一つないさ。ただ最高にクールってだけさ。他の共演者についてどう思うかい？他の共演者そうだな。 僕もトイ・ウォーズに出て結構経つけど、いろんなや人と共演したな。みんなこれに出るときは目が輝いているんだ。子供のときに戻ったような。別の作品で共演した役者がいるんだけど、彼その時はなんだか表情が暗くてなん嫌な感じだと思っていたんだけど、トイ・ウォーズで共演したときはまるで別人だった。もう最高にファンタスティックだったよ。